いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはクリンチャー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクリンチャー鼻に立ちます。その後ろからはダノンファラオ。この馬も上がっていく構えです。名将ハリオ後方から先頭に戻りましょう。カジノフォンテン先手を取りました。すぐ後ろにサンライズホープ、その外にクリンチャー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。少し離れてダノンファラオ続いています。これに続いてデーオーケレンズ、その隣にオーベルニュ、アナザートゥルース、すぐ後ろソダシ、そのうちに続いています。その外からカフェファラオ、内からはスワーブアラミス、並んで10番ケイトグレイブ、すぐ隣にジュアウィザード、内からはサンライズノバ、赤の帽子エアスピネル、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてカジノフォンテン、2番手はクリンチャー、サンライズホープ、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカジノフォンテン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。カジノフォンテン先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。残り 200m、 カジノフォンテン意地を見せる。外から一気に突き抜けるか。チューアウィザード、チューアウィザードかわす。先頭はチューアウィザード、1着でゴール、2着は微妙です。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。カジノフォンテン前に行きそうです。サンライズホープ、それに続いています。さらにはダノンファラオ、12番クリンチャー、その後ろカジノフォンテン先手を取りました。その後ろからはレイオーケレンズ、これに続くのがスワーブアラミス。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、ソダシ、そのうちに続いています。すぐ後ろにサンライズノバ、並んで5番エアスピネル、その横にインティ、その隣にオーベルニュ、カフェファラオ、この馬もこのグループ、すぐ隣にアナザートゥルース、内からはケイトグレイブ、その外からジュアウィザード、しんがりから名将ハリオ。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてカジノフォンテン、2番手はサンライズホープ、帝王ケレンズ、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカジノフォンテン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。カジノフォンテン先頭、外から帝王ケレンズ先頭、カジノフォンテン前を捉える勢い。残り 200m を通過して、帝王ケレンズ伸びてきた。帝王ケレンズ粘る。帝王ケレンズ先頭だ。帝王ケレンズ、帝王ケレンズ1着、2着にはどうやらクリンチャー。いよいよ発走です。スタートしました。レイオーケレンズ、これはいいスタートを切りました。クリンチャー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくレイオーケレンズ行きました。続いて前へ行くのはクリンチャー、さらにはカジノフォンテン、7番サンライズホープ、その後ろ先手を取ったのはサンライズホープ、少し開いてオーベルニュ、青の帽子スワーブアラミス、その後ろダノンファラオ、その前に進出、すぐ後ろにカフェファラオ、内からはソダシ、並んで5番エアスピネル、ケイティブレイブ、上がっていきました。チューアウィザード、すぐ後ろ、その隣にアナザートゥルース、これに続くのがサンライズノバ、すぐ後ろにインディ、しんがりから名将ハリオ。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、7番サンライズホープ、依然として先頭、先頭は依然としてサンライズホープ、2番手はダノンファラオ、クリンチャー、3番手。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサンライズホーク、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはクリンチャー、外からカフェファラオ、クリンチャー先頭、残り 200m を通過してカフェファラオ先頭だ。オーベルニュ抜けた。オーベルニュ先頭、オーベルニュ先頭だ。オーベルニュ、オーベルニュ1着、2着にはどうやらカフェファラオ、3着に帝王ケレンズ。